チャールズ・ウィンスローは南アフリカ東ケープ州クイーンズタウン出身の男子テニス選手。フルネームはチャールズ・リンドハースト・ウィンスローという。1912年のストックホルム五輪で男子シングルス、男子ダブルスの金メダルを獲得し、南アフリカの選手として初めてオリンピックテニスのメダル受賞者になった人である。 1912年のストックホルム五輪ではテニス競技は通常の屋外競技に加えて室内競技の2種類が実施されたウィンスローが男子シングルスダブルスの金メダルを獲得したのは通常の屋外競技である男子シングルス決勝ではウィンスローは同じ南アフリカ代表のハロルド・キトソンを7から5、4から6、10から8 8から6で破って優勝した。男子ダブルスでは、ウィンスローとキトソンがペアを組み、決勝で、オーストリア代表のフェリックス・パイプスアルトゥール・ツボーツィル組に4から6、6から1、6から2、6から2で逆転勝ちした。こうして、ウィンスローは、テニスの男子シングルスダブルスで2つの金メダルを獲得した。この変則的な方式の大会では、屋外競技は、 男子シングルス67名、男子ダブルス31組で優勝を争ったのに、対して室内競技は男子シングルス25名、男子ダブルス11組の戦いであった。室内競技は前回の1908年ロンドン五輪でも実施されたが、ロンドンとストックホルムの2大会のみで廃止された。南アフリカ出身の選手として、 最初のオリンピック金メダルを獲得した人は、1908年ロンドン五輪の男子100メートルで優勝した、レジー・ウォーカーである。続く1912年ストックホルム五輪では、南アフリカ勢は4つの金メダルを獲得したが、そのうち2つが、ウィンスローによるテニスの金メダルであった。それから8年後の1920年、チャールズ・ウィンスローは、 アントワープ五輪の男子シングルスに出場した。ウィンスローは準決勝で日本の熊谷和也に2から6、2から6、2から6のストレートで敗れ、準決勝敗退選手2名による銅メダル決定戦に回ったが、もう一人の準決勝敗退選手、オズワルド・ターンブルが試合を棄権したため、アントワープ大会の男子シングルスで銅メダリストになった。決勝では南アフリカの後輩選手、 ルイス・レイモンドが熊谷を破り、2大会連続で、南アフリカにオリンピックテニスの金メダルをもたらした。オリンピックの年、ウィンスローは、男子テニス国別対抗戦、デビスカップにも南アフリカ代表選手として参加した。チームは、ワールドグループ準々決勝で、オランダに2勝3敗で敗れたが、ウィンスローが2勝を挙げている。南アフリカで、テニスの黎明期を築いた。 チャールズ・ウィンスローは2度目のオリンピックとデビスカップ出場から43年後、1963年9月15日にヨハネスブルグにて75歳で亡くなった。ありがとうございます。